ひろゆき VS 伏見和幸。青コーナー54戦32勝8KO162cm53.4kg シュートボクシング日本バンタム級3位、ニキジム。赤コーナー46戦31勝14KO170cm53.5kg 第12代新日本バンタム級、第6代新日本フライ級王者、リキックス、ヒーローユキ。第8試合、53.5kg 契約、エキスパートクラス特別ルール3分3ラウンド、延長無制限で行われるこの試合は、赤コーナー、元新日本バンタム級フライ級チャンピオンのひろゆき、そして青コーナーは最後のリングになりました、シュートボクシング日本バンタム級2位、伏見和幸の対戦です。さあ、大江さん。はい。この試合はエキシビションではないんですよね。いや、それは大したもんですよ。でまたそのひろゆきをね、指名したということで、本当に、伏見のね、本当その今までやってきた、この50戦以上やってきたね、その集大成すべてをね、ぶつけてほしいですね。この伏見和幸の引退試合ということになりますが、ひろゆきが赤コーナーにいるというのは、このひろゆきが前の試合で佐藤修斗を下したということで、伏見和幸が、まあ、オファーしたということを伺ってます。はい、まあ、そういう最後のリングはね、シードボクシングの元チャンピオンですけども、この青コーナーから迎えるというね。ただもうそれはあの本当にホームのリングですから、ここで生まれ育ったリングですから、目いっぱいこの残りのね、エネルギーをすべてこのひろゆきにぶつけてもらって、なんかすごいすごい引退試合見せてほしいですね。はい、さあ、ひろゆき対伏見和幸の対戦、第1ラウンドスタートです。えなさんはこの試合どうご覧になりますか。はい、そうですね、やっぱり、まあ、私の方がちょっとだけデビューは早かったんですけど、本当に同世代で、まあ、伏見選手が1個上なんですけれども、年齢的にはいや本当に苦しい時代もいい時代も含めて、頑張ってきた選手なので、すごい寂しい思いはあるんですけど、やっぱり数らしい試合を見せてほしいなとは思いますね。はい、まあ、あの体のこう仕上がり具合見てもえっていう感じですよね。うん、でもまあ選手としては避けては通れない道なのかなと思うんですが、さあ、第1ラウンド1分経過します。ひろゆきは前の試合で6月26日シュートボクシング日本バンタム級チャンピオンの佐藤修斗を4ラウンド判定で下しました。まあ、僅差の判定ということだったんですが、それでも佐藤を下しました。シュートボクシングの、はい、やっぱり強いですよ。すごく視野が広いというか、何でもできますしね。とっさの
当然出る力もありますしね、はい、すごくいいエネルギー持ってますよね。だからただそういうのを見ていて、伏見がのラストマッチの相手にねこの広域を選んだというのにやっぱりシュートボクサーとしてのね意地を感じますよね、はい、またあの広域も今日はシュートスパッツですね。いや嬉しいですね、本当にすごい愛を感じます、はい、まあ、藤本事務系のジムにいる広域なんですが今日はシュートスパッツで上がってます。広域が手数を出して伏見を追い込んでいます。リングやっぱねあのすごくリラックスして戦ってますよね広域はね、うん、あの肩の力が全く入ってないですよ。だそこでまた伏見がねババンとくればシュートチェンジして硬いの打ってくるんでしょうけどね、うん、だからまあ伏見もこういうクロスはねこういい感じに持ってますから、はい、そこはねお互いのことなんでしょうけども、あちょっと効いてるね。リードフックが効いたか。シミちょっと動きが止まりました。その後もパンチを変えてしまった。広域の左、シミが腰から落ちました。シミ和幸第1ラウンドダウンを奪われました。ここで第1ラウンドが終了です。まあ、パンチには2人とも定評のある選手ですので、そうですね、やっぱり伏見なんかやっぱりボンボン突っ込んでいきますからね。だからその、はい、それだけやっぱりもらってる数も多いでしょうしね、やっぱり危険は伴いますよねいつでもね。だから広域この表情ですね。ただいまのラウンドの採点結果をお知らせいたします。やっぱりこうしっかりとストレートでもその最後にフックをね丁寧に入れたりね、できた選手ですよね広幸ね。一方の伏見の方もこれ右のクロスを入れたりするんですが、そうね、合わされました、うん、いいタイミングで打ってますよね。まあちょっともう伏見前出てほしいですね、ボンボンね、まあ、そのつもりでしょうけどね、はい、さあ第2ラウンドスタートです。左、君、今度は右縦に追い込んでいきます。左のフックから右のアッパー入れようというところ、前蹴りで離す広域、中に入っていたチーム、いいね、もう伏見は中入りたいですね。中に入ったら最後強引に中に入ってね、いやもしもら返されてカウンターもらっても中入りましょう。今日はもうね最後だからね。広域が右を返していく、膝からパンチをつまず、何が当たったかな、危ない、ダウンを取られました。中央でのダウンです。パンチの連打が来ましたね。さあ、ランド膝から入っていきました広域です。それでも伏見は前に出ます。コーナーに詰めようというところ、伏見に対して広域は、おっと伏見の方も飛び下げり、ちょっと足に少しね来てるんで、はい、パンチでのダウンは、うん、そうですね、ダメージ取ってきているか、ちょっと怖いですね。左、そして膝、効いてるね、飛んでる膝はカバーしている。守備、あと右の入り、まあちょっと最後までやらせてあげたいね今日は、さあ続行です。
2つ目のダウンを奪われました。シミ、ここで起死回生のパンチを食らってくる。広域の右、足を止めての打ち合いになりました。あっと右のパンチ、広域の右のパンチ炸裂で3回目のダウンになりました。シミ、広域がパンチで清水和幸を3回目のダウンを奪いました。まあでもその今ねこの波乗り広域に対しての、伏見の目いっぱいの力というのが、まあ、これここまでだったんでしょうけども、いやだけどそのね彼の生き様だとかそういう、選手としてのねエネルギー全部見せてもらいましたね。今年6月に佐藤修と下しました黒雪を指名したということで、まあ、2021年12月26日の伏見佐藤のタイトルマッチで伏見が試合終了で負けた悔しさよりも終わったんだっていう気持ちになった、でもそれでももう一回上がろうという趣味です。まあ、それでそのやっぱり、まあ、もちろん怪我でね辞める選手もいれば、それ気持ちがね、気持ちにやっぱり限界が見えるとやっぱりリングにも立てないですよね、はい、だからそういうところでの、引退の決意だったと思うんですけども、でも最後にこうやってエキシビションとかねセレモニーでなくね先にこうやって一番強い相手を、逆に指名をして、これだけの戦いを見せたわけですからね、はい、もちろん、勝つことはできなかったですけども、まあ、そしてその干渉に至ることなく広域も出し切った感じがありましたね。いやそうですね、特に流すでもなく目いっぱい来てくれましたからね、はい、本当に広域選手にも感謝したそうですね。さてここで引退します伏見和幸選手のセレモニーが行われるようですが、12月のタイトルマッチで試合終了時に負けた悔しさよりも終わったと感じた、その時リング上で、相手の佐藤選手とシーザー会長に引退をその時伝えたということを言っておりましたが、そのシーザー会長とがっちり握手です。伏見鈴木さん、足の楓さんより花束が贈られます。しかしさ、大江さん、はい、こうやって引退をこう報告しながらというと拍手をもらえる選手ってそう多くはないですよね。いや、 やっぱり、まあ、こういう舞台でね、こういうマッチメイクで自分の、意思を、ね、通して、まあ、敗れはしましたけども、こういう現場をね、こういうところでできる選手は少ないですよね。人知れず辞めていく選手が多い中でこうやって、でもある意味最後までね、伏見和幸を貫き通しましたから、いいんじゃないですかね。これは幸せな、まあ、幸せな、本当はね勝つのが一番いいですけどね、はい、うん、幸せなフィニッシュだったんじゃないですか。立派ですよね。これお子さんですか。いや、まだお子さんいらっしゃらない。あ、そうですか、はい、随分大きなお子さんだなと思ってます。多分親族とかじゃないですかね、はい、それかジムのお子さんか、はい、まあ、伏見選手は今後は後進の指導に当たるということなので、このリングでのことをいろいろ語るところを今度聞いてみたいですよね。そうだったんだよということで、ね、こっちかな。みんな最後着地良かったね。ありがとう。ありがとう。花束が贈られまして、また汗とともに涙を流す伏見です。続きまして伏見選手の友人代表としまして、第7代フラッシュライト級王者大沢文也様より記念品が贈られます。
友人代表からのプレゼントということで受け取りました。これが頼むよ。これからもよろしく。ありがとう。任せよう任せようとしてますね。続きまして第13代シュートボクシング日本スーパーバンタム級王者、現在はワンチャンピオンシップで活躍されています内藤大樹様より花束が贈られます。和之選手が主催されています力ジムのお子さんたちからも花束が届いています。教え子たちとの記念撮影になるんですが、清選手のこの勇ましい姿を見た後での記念撮影です。ありがとう、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 みんな向こう向いてさ、みんなこっちこっちって向こう向いて写真撮るよ。小さい子前で、岸選手は単純に楽しかったからずっと続けてくることができたんだというふうな話がありましたけれども、レナさん、この今の岸選手ご覧になってどうですか？そうですね、いやでもすっきりやりきったいい表情しているので、そしてこの教え子たち、はい、にもいろいろ伝わったんじゃないかなっていうふうに思うので、この中からまた未来のチャンピオンがね、シュートボクシングのチャンピオンが出てきたら、すごい素晴らしいことだなと思いますね、はい、もう伏見選手というふうには呼べなくなるわけですもんね。そうですね、そのリングに上がりました、まあ、ジムの後進たちですね。大江さんはどんなふうにお感じになってますか？いや、まあね、みんないずれはこうやってやめていくわけですけどね、こうやってまたその次 のステージがね、これだけのまず子どもたちが伏見先生って言っているわけですけどね、これまた、あ、帰ったかな、ありがとうございます。伏見君が16の時に私のとこ入ってきたのも、力ジムというジムがありまして、そこでみんな浅草の暴れん坊ばっかり集めて、やっていた力さん、今日体悪かったもこうやって来てくれてました。力さん、ありがとう、よかった ね。もうお前の大恩人やろ。今ちょっと先生あげてもらったんで、ちょっとだけ先生の話させてください。俺の師匠力先生は、
俺が初めてジムに行ったのが14歳で、その時無料で地域の悪ガキとかいじめられっ子とか問題抱えた奴らばかり無料で全員面倒見て子供に夢を与えてくれた先生 でそんな先生が、僕が22の時、9年前ですね、ちょっと倒れちゃってこういう状態になってしまって、どうにか僕が先生に教えてもらったことをなんか次につなげたくて、金もないし何もなかったけど、どうにか今先生のおかげで自分でジムやれて、今リングに上がってくれてた子供たちみんなジムで楽しく練習してくれてて、俺は先生みたいに無料でみんなに教えてあげられないし、お金取っちゃってるけど、でもなんか少しでも先生の魂ちょっと次につなげたいなと思って、先生の教えてくれたプロの形っていうのが人の心に残るファイターで、人の心を動かせるファイターで、そんなプロになりたくて今まで14年間プロ生活やってきて、今日こういう形で負けちゃったけど、誰かの心に俺残れたかな、どうですか、誰か明日からやる気になった人とかいますか。先生、俺先生に教えてもらったらプロの形これで一つ形になったかなと思います。みんな何かしら思ってくれたって言うから、だから俺これでプロの仕事終わろうと思います。先生の心は次の人に誰かに託します。ありがとうございました。バンタム級2位伏見和幸、王座は2013年11月 MA 日本キックボクシング連盟元 MA 日本バンタム級暫定王者にまで勝ち上りました。そして2014年2月シュートボクシング日本スーパーバンタム級チャンピオン12代の王座につきました伏見和幸です。盛り上がってました。
それでは最後にシュートボクシング協会会長シーザー武史より記念の盾が贈呈されます。いいか、ありがとうございます。それでは伏見一行引退の10カウントです。シュートボクシング関係者の皆様はご起立ください。32勝 8KO 22敗1分け162センチ 53.4 キログラム力ジム所属第12代シュートボクシング日本スーパーバンタム級王者伏見一行。31歳55戦32勝 8KO 22敗1分けでここにリングにグローブを置きました。これからは単純に楽しかったから続けられたんだという思いを後進に伝えてまいります。今後は後進の指導に当たるという伏見一行引退試合をお伝えしてまいりました。本当はずっといじり倒してくれって言われたんですよ今日。いつもいじってたじゃないですか。すぐ倒れるとか。そうだね。そうとかって言ってたんですけど、うん、解説席入らせてもらった初めて数の試合をいじらず終わってしまいました。でもそれがね、あの彼の生き様だったからね。はい、うん、素晴らしい選手でしたね。本当にありがとう。